ブリティッシュインベージョン、ブリティッシュインベージョン、ブリティッシュインベージョン、イギリスの侵略とは、1960年代半ばに、イギリスのロックや、ポップミュージックをはじめとする英国文化が、アメリカ合衆国を席巻し、大西洋の両岸で、カウンターカルチャーが没効した現象を指す言葉である。ブリティッシュインベイジョンを象徴するバンドとしては、ビートルズ、デーブ・クラーク・ファイブ、キンクス、ローリング・ストーンズ、 ハーマンズ・ハーミッツ、アニマルズなどが挙げられる。1950年代以末にアメリカ合衆国のロックンロールやブルースミュージシャンの反逆的なイメージがイギリスの若者の間で人気を博した。アメリカのロックンロールを模倣しようとする試みは最初はほとんど商業的にうまくいかなかったもののトラッドジャズに触発され DIY 精神に満ちたスキフ,フルが大流行した。 イギリスの様々な地域で若者たちが作ったグループがイギリスやアメリカの雑多なスタイルを組み合わせて音楽を作るようになり1962年に始まるマージービートやビートブーム都市知られるリバプールでの動きはその一例であったアメリカ合衆国のティーンエージャーはフェイビアンのようなシングル思考のポップに飽きていたという指摘する論者もいるモッツと ロッカーズという2種類の若者のギャングが1960年代場のイギリスで誕生し、ブリティッシュ・インベージョンの音楽に影響を与えた。モッズ的美意識を有するバンドは非常に人気があったが、ビートルズのように両方の間でバランスをとっていたバンドも成功した。百六十三年十月、アメリカ合衆国で初めてイングランドにおけるビートルズに対する熱狂に関する。 記事が新聞で全国的に報道された。ビートルズが11月4日にエリザベス王太号の前でロイヤルバラエティパフォーマンスに出演し、音楽業界とメディアは一気にこのグループに注目するようになった。11月の間だけでもアメリカでは主要な印刷媒体や2つのネットワークテレビ局の夕方の番組でビートルマニアとして知られる現象に関する多数の報道が行われた。 12月10日、CBS イブニングニュースのキャスターである、ウォルター・クロン・カイトは、明るい内容の報道を探しており、もともとは1963年11月22日に、CBS モーニングニュースで、マイク・ウォレス放送したが、ジョン・カイ・ケネディ大統領暗殺事件のためその夜だけで、お蔵入りになった内容を再放送した。メリーランド州、シルバースプリングに住む15歳のマーシャー・アルバートは、 このリポートを見た翌日、WWDC の DJ だったキャロル・ジェームズに手紙を書き、なんでアメリカにはこういう音楽がないのでしょうかと尋ねた。12月17日にジェームズとアルバートは、ビートルズの抱きしめ隊を放送した。WWDC の電話は点滅しっぱなしになり、ワシントン DC のレコード店は在庫のないレコードを求めるリクエストを大量に受けた。 ジェームズがレコードを国中の他の DJ に送ると似たような反応が起こった。12月26日にキャピトルレコードが予定より3週間早く抱きしめたいのレコードをリリースした。ティーンエイジャーたちの学校が休暇に入っている期間にレコードが発売されたということあり、ビートルマニアがアメリカ合衆国中に素早く広まった。12月29日にはボルティモアさんが 多くの大人たちの冷淡な意見を反映し、ビートルズのインベージョンを否定に評価する社説を出した。この次の年だけで、ビートルズの曲は30回もホット100入りを果たした。1964年1月3日、ザ・ジャック・パープログラムが BBC から許諾を取った、ビートルズのコンサートの映像を冗談のつもりで放送したが、3000万人もの視聴者がこれを見ていた。 この映像はほぼ忘れられているが、ビートルズのプロデューサーであるジョージ・マーティンはこのせいで、子供たちの興味がかき立てられたと述べている。1964年の1月半ばに、抱きしめたいが、突如チャートに出現し、一気にアメリカ合衆国の主な音楽チャート40種類のほぼ全てで、トップに上り詰め、アメリカにおける、 ファブフォークとビートルズの長期にわたる強力な芸術活動の最初の成果となった。抱きしめたいはキャッシュボックスし1964年1月25日号で1位となった。1964年2月1日にはビルボードホット100で1位になった。1964年2月7日に CBS イブニングニュースはビートルズがその午後に アメリカ合衆国に到着したことについてのニュースを放送し、その中で特派員が、今回のブリティッシュインベイジョンはビートルマニアというコードネームで遂行ですとコメントした。2日後の2月9日の日曜日、ビートルズはエドサリバン賞に出演した。ニールセンの視聴率調査では、アメリカ合衆国の視聴者の45%が、この夜、ビートルズの出演を見た。 マイケル・ロスによると、エド・サリバン賞は、しばらくの間、暖炉の前でスリッパを履いて、くつろぐような気楽な経験とみなされており、1964年2月に、テレビを鑑賞していた7300万人の視聴者の、うち、自分たちが見ていたバンドがどんな影響を及ぼすようになるのか、きちんと分かっていたものは多くはなかった。すぐに、ビートルズは大きく違う。 様々な反応を引き起こし、その過程で他のどのバンドよりも頻繁にコミックソングやジジソングなどの題材になり、1964年から1965年の間だけで少なくとも200曲が出たほか、ポール死亡説が流れた1969年などにもこの種のものがたくさん発行された。多くの反応のうち熱狂を肯定的に捉えたのはイギリスのガールグループである ケアフリーズの We Love The Beatles や A Love Song To The Beatles という副題がついているパティケイクスのアイアンダースタンゼムなどがある。大混乱に不満のよう示したのはアメリカのグループであるホープレップスの A Letter To The Beatles やアメリカのコメディアンであるアランシャーマンのポップヘイツ The Beatles などがある。 その後、上位3位を独占したミュージシャンすらまだ出ていない。ビートルズはキャッシュボックスのシングルチャートでも同週に上位5位を独占したが、1位と2位はホット100とは逆であった。グループのチャートにおける圧倒的な成功は1970年に解散するまで続いた。ビートルズが初めてホット100に入った1週間後、スプリングフィールズに参加した後に、 ソロとしてのキャリアを始めたダスティ・スプリングフィールドがホット100に食い込む次のイギリスのミュージシャンとして登場し二人だけのデートで12位を記録したスプリングフィールドはすぐに他にもヒットを数曲出しルミューザックによると当時最良のブルーアイドソウル歌手となった1965年になる頃にはブリティッシュインベージョンのアーティストたちの新たな波が押し寄せ ホリーズやゾンビーズのようなモッドポップなスタイルで演奏をするグループがいる一方、より野心的でブルース志向のアプローチを取るバンドも現れた。1965年5月8日、ホット100のトップ10は2位になったアメリカのグループ、ゲイリー・ルイスザ・プレイ・ボーイズのカウント・トゥ・ミー・ン以外、すべてイギリス連邦のミュージシャンの楽曲が占めることとなった。 その前の週のキャッシュボックスシングルチャートのトップ10についても6位がカウントミーインだった以外ほぼイギリス連邦のミュージシャンが独占した。同年のビルボードホット100チャートでトップになった26曲のうちの半分はイギリスのミュージシャンであった。イギリスのアーティストが持ち込んだトレンドは1966年以降まで続くことになった。ブリティッシュインベージョンのアーティストたちは イギリス本国の音楽チャートも独占していた。ビートルズのようなブリティッシュインベイジョンのアーティストたちの音楽スタイルはアメリカ合衆国の初期のロックンロールに影響されていたが、このジャンルはインベイジョンの頃までに本国での人気を幾分失っていた。しかしながら、後に続いたイギリスの白人ミュージシャンのうち、とりわけローリングストーンズやアニマルズような数少ないグループはブルース、 リズム、黒人文化などに根ざした音楽ジャンルを再生させ、こうした楽曲を少なくとも若い人々の間で人気にし、よりアウトサイダー的な集団にアピールするようになった。こうした音楽は1950年代にアフリカ系アメリカ人のアーティストが演奏していた時にはおおむね無視されたり拒否されたりしてたようなものであった。こうしたバンドはアメリカの親や年配者たちから 反逆的で不健全だとみなされた。ローリングストーンズはブリティッシュインベージョンから出てきた。中では、ビートルズに次いで最も重要なバンドとなった。ストーンズは8回、ホット100の1位を記録している。時としてこうしたバンドの演奏スタイルが理解されないこともあり、アニマルズのエリック・バードンは、アメリカ合衆国で衣装や発言などを制限されて居心地が悪かったということを述べている。 ブリティッシュインベージョンのアーティストのうち、スウィンギングロンドンの時代のモーツと結びつきの強い、ものは時として、フリークビートと呼ばれることもあり、とりわけアメリカのリスナーにはあまり知られていなかったが、アメリカのガレージロックに相当するような音楽を作っていた野心的なイギリスのブルースバンドはそう、言われた。プリティシングズやクリエーションのようなバンドは、イギリスのチャートである。 程度成功し、よくこのジャンルの典型と言われる。比較的均質な世界規模で展開する、ロックという音楽スタイルが1967年頃に現れ、これがインベージョンの終わりとなる。シラキウス大学のポピュラーテレビジョンセンター所長である、ロバート・ジェイトンプソンによると、ブリティッシュ・インベージョンにより、カウンター・カルチャーがメインストリームにな、 ブリティッシュインベージョンはポピュラー音楽に非常に強い影響を及ぼし、ロックンロールの制作を国際化し、イギリスのポピュラー音楽は創造性に満ち、商業的にも見込みのある音楽産業の中心地としての立場を確立した。その後に登場するイギリスのパフォーマーが国際的に成功する足がかりにもなった。アメリカでは、ブリティッシュインベージョンはおそらくは、 インストゥルメンタルのサーフミュージック、モータウン以前のガールグループ、フォークリバイバルの流行を終わらせ、1950年代末から60年代にかけてアメリカのチャートを支配していたティーンアイドルも一時的に抑え込んだ。このため、すでに名声を確立していたチャビーチェッカーなどの R&B ミュージシャンのキャリアに陰りが見え始め、リッキー・ネルソン、ファッツ・ドミノ、エバディ・ブラザース、 エルビス・プレスリーなど生き残っていたロックンロールのミュージシャンが一時的チャートでの成功から締め出された。活動していたガレージロックのバンドはブリティッシュ・インベイジョン風の曲調を取り入れるようになり、他にもたくさんのバンドが結成され、こうしてできたシーンからは次世代に主要な役割を果たすことになるアメリカのバンドがたくさん生まれるようになった。ブリティッシュ・インベイジョンは ロックというはっきりとしたジャンルの勃興に大きな役割を果たし、ギターとドラムを基本にシンガーソングライターが自作曲を制作するという形のロックバドが中心となる音楽的潮流を作った。ブリティッシュ・インベージョンと結びつけられるミュージシャンの多くはトレンドが終わるまで生き延びることがなかったが、一方でロックのアイコンとなったミュージシャンもたくさんいる。音楽以外でも、 この時期にはアメリカにおいて、イギリス文化が様々な点で人気を博し、アメリカ合衆国のメディアはイギリスを音楽とファッションの中心地だと称するようになった。映画、ビートルズがやってくるや、やと、やと、により、ビートルズは映画進出を果たした。イングランド人の女優ジュリー・アンドルーズがタイトルロールを務めるメリー・ポピンズは964年8月27日に、 公開され、史上最もアカデミー賞にたくさんノミネートされ、さらに賞も獲得したディズニー映画となった。イギリス人の女優オードリー・ヘプバーンがコックニーを放す、花売り娘、イライザ・ドゥーリトルを演じたマイ・フェア・レディは1964年12月25日に公開され、アカデミー賞8部門を獲得した。1962年にショーン・コネリーを ジェームズ・ボンド役に迎えて始まった007シリーズの他、怒れる若者たちの感性を生かした何かいいことないか子猫ちゃんやアルフィーのような画がロンドンの映画館を席巻した。ピーター・オトゥールやマイケル・ケインのようなイギリスの新しい役者たちがアメリカ合衆国の観客を引きつけるようになった。60年代のアカデミー作品賞受賞作のうち4本が イギリスで制作された映画であり、オトゥールがイギリスの軍人 T.E. ロレンスを演じたアラビアのロレンスは1963年に7部門でアカデミー賞を受賞した。デンジャーマンやオシャレ探偵のようなイギリスのテレビシリーズがアメリカでも放送され0011ナポレオンソロパロディシリーズである、それいけスマートのようなアメリカ産のスパイモのテレビ番組が生み出されるようになった。 1966年までには、イギリスとアメリカで作られた、スパイモノのテレビシリーズが、西部劇や地方を舞台にした、シットコムと並んで、アメリカの視聴者に好まれるようになった。アメリカ特有の音楽を扱うシング・ア・ロング・ウィズ、ミッチやフータ・ナニーのようなテレビ番組は、キャンセルされ、シンディングやハラベルユのようなイギリスの新しいヒット曲を流すのにより、 できた形の番組に早々と取って変わられ、こうした新しい番組の一部はイングランドで撮影された。ビートルズはアメリカの初期ロックンロールのバンドに比べてファッションやイメージの点で非常に異なっていた。ビートルズは特徴的なお揃いのスタイルを有しており、音楽的に初期ロックンロールの監修を破るのみならず、ファッションの点でも伝統的なアメリカ男性の衣服のスタイルを刺激する。 ようになった。マリー・クワントのようなスインギング・ロンドンのデザイナーが作り、ツイッキーやジーン・シュリンプトンのような先駆的、スーパーモデルたちが着用したミニスカートをはじめとする、モッフーのファッションが世界的に人気を博すようになった。こうしたイングランド女性のファッションはアメリカでも注目された。ブリティッシュ・インベイジョンのバンドの中には、スッキリしたスタイルからもっとヒッピー風なファッションへと、 変化したバンドもおり、アメリカのファッションに影響を及ぼした。第1次、ブリティッシュインベージョンアーティストの一覧。1960年代のある時期に、イギリスからアメリカ合衆国に進出して活躍した歌手やバンドの一覧である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。